トガルラリーは大西洋に面するリゾート地エストリルをスタート、3月3日から6日までの4日間で争われました。第1レグはターマック、第2レグ以降はグラベルというこのラリーにランチやフォード、三菱、そしてスバルの4ワークスが参戦しました。まあ、このラリーはグラベルとターマックがこうミックス、舗装路と未舗装路がミックスされたラリーなんですけども、藤本さんは今までずっとラリーをやってこられて何年ぐらい、もうかれこれ15年ぐらいになりますか。15年ぐらいやってきて、それは全部グラベルですか。ほとんどグラベルですね。ターマックの経験は。ターマックの経験はないと言って等しいと思います。随分違いますよね、きっとね。そうですね、グラベルとターマックは相当差がありますね。でね、ターマックといってもですね、レーシングサーキット走るのとはちょっと違うんですね。いわゆる路面がね、非常に微妙にこう変化してる、まあ分かりやすく言うとね、凸凹がついてると言いますかね、はい、サーキットの場合は平らなんですよね、ですから車の作りもサスペンションも相当そういう路面の凸凹を上手に、捕まえてくれるようなサスペンションセッティングしなきゃいけないし、またドライバーの方もやはりその道路を掴んでる力が変化しますから、それをうまく利用してある時はその掴む力が少なくなったところで車の息をポンと耐えるとかね、まあそういうようなことを考えながら走るというのがこのターマックの特徴ですよね。なんかちょっと聞いたところではターマックスペシャリストなんですよね、熊田さんは。ターマックが好きだったというだけで。そうなんですか。初めはレースから始めましたからね、まあ偉い昔の話、32年前の話です、ね、32年前、大先輩ですね。僕は木松さんの走ってるのは見てますからね、随分。そうですか。はい、まあ、私の走ってる話はいいんで、これがポルトガルラリーのあれですよね。特徴ですよね。2台並走というね、非常に面白いステージです。そうなんですよ、このスーパースペシャルステージ、皆さんからいただいたお便りの中でもすごく多かったんですよね。こうやって2台一緒に走る、最近いろんなところでこういうものを取り入れてきてますね、はい、観客の方に実際の走りを見てもらおう、なおかつ A 社と B 社、 B 社と C 社を比べさせてあげようというね、はい、まあ、簡単に見て分かりますから、分かりやすいっていうのは分かりやすいんです、うん、これを参考にしてですね、1台ずつ走っていくのをこう微妙に観察していくとですね、どん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 こうラリー君が面白くなってくるんですね。まあ、ある意味で観察力の面白さっていうのがあるんですね、うん。まあ、先ほども藤本君がカンクネンとマクレンの走りを比べてどっちが最初に車を向けるのが速いかとかね、そういうのを言ってましたけどね、これはね、車を作るエンジニアにもものすごく大事なんですね。ドライバー、どのドライバーはどういう走りをする、そのドライバーが求めてるようにセッティングをしていかなきゃいけないですね。そういう意味ではこういう場所というのは非常にありがたいですね。もうこれを分析するわけですね、現場の人間が。そうですね、我々はですから興味で見てるんじゃないんですよね。違うんですね、見てるね。次にどういう手を打とうかということで見てるんですよね。もっともっと厳しい目ですね、はい。ジャンプは飯島さん、ポルトガルで有名なジャンプですよね。有名なジャンプです。あそこはまあシュワルツなんかはすごい飛んできますね、うん。まあ、なんかあそこは随分マークを正確につけてますよ、ペースノートに。からやっぱりね、そしてこれはサンズのインカーカメラです。これやっぱりアンコール度の一番高かったやつですか。多かったですね、非常にね、多かったです。これはもう彼らしくないですよね。手前からね、ふらつきを出すんですよね。インなんかもう壁が詰まってますもんね、はい、インに落とし気味とかね、うん、という、またもややってしまいました。サインズ、これはたまたまアマチュアのカメラマンがですね、この映像を捉えていまして、ご覧のように外からの映像です。またもやランチャリタイアです。第2レグ以降のグラベルコースでも非凡な速さを見せトップをキープ。第3レグで1位2位を独占したフォードは最終の第4レグで当然のチームオーダー、デルクールの優勝を確実にします。
WRC 出場24戦目にしてデルクールは初優勝を飾りました。優勝はフォードのデルクール、2位に同じくフォードのビアシオン、3位にはランチアのアギーニが入りました。